よろしくお願いします。多分音楽祭、トリムステージ、トコータスをさせていただきます。塚田浩司です。よろしくお願いします。楽しんでいきましょう。
今は、まあ、東京の方に、来て上京して歌ってるんですけども、もともとその多摩区っていうとこはあの今住んでるその1個前ぐらいに住んでた町で、いろんなご縁があってね、紹介させてもらっています。佐藤さんご紹介させていただきます。音規模のコラス佐藤めぐみ、よろしくお願いします。グレックス、そして、おばかしのですね、長野の人ですよね、稲葉ですね、安藤君、お気に入りをお願いします。どうもどうもどうも、あの二方ともね、素晴らしい本当にあのユニットバンドをやってまして、僕はそこにですね、一緒に2020年のマンマライブですね、その時にですね、あの、まあ、その前から実は知ってまして、まあ、めぐちゃんはあのジュレフェスという、ユニット、まあ、コーラスユニットで、旅立つ日というのは結構脇本康さんのプロデュースで、メジャーデビューされてまして、その曲を僕があのたまたま Facebook で見て、僕は出会う前に曲を知ってたんですよね、でその僕もその当時お父さんが癌で、ちょっとそれ旅立つというとこがあって、だからすごく重なってですね、でその後ご縁があってめぐちゃんと話してたで、同じ長野出身でね、で彼も本当にあの、まあ、この彼も長野出身はそのぐらいの方も繋がりですね、またですけど、こじこじというかすぐ来て県民賞、秘密の県民賞のテーマとか今やってます。なのでぜひね、あの今日 CD2 回に売ってるので、みんなよかったら見てみてくださいね、よろしくお願いします。で今日はあの多摩音楽祭がですね、すごくこう、まあ、あの去年出る予定だったんですけど、僕コロナに感染してしまいまして、去年この応募させてもらってね、出させてもらってこうなったんですけど、1年越しでイメージ果たせております。ありがとうございます。今の僕も見てほしかったです。そしてですね、あのその時ですね、ちょうどこの多摩音楽祭の実行委員になられた多摩田純さんという方がいらっしゃって、その方、なんかいろいろ音楽で力のことメリットを入れて、もっと当時こうしていこう、ああしていこうって話をしてて、多摩音楽祭っていうイベントがあるから、当時よかったら応募してみてよって言われた2021年ですね、コロナの影響と、まあ、ちょっとその病気の合併症でですね、まあ、50歳ぐらいの若さでそれに旅立ってしまったんですよ。だから今日はその田村さんへの思いをですね、持って今出てるよ田村さん、ありがとう、この場を出てくる、そして選んでくれてありがとう。長野県出身とさっきお伝えしたんですけども、ね、長野県の農業連携で農業を通して体に障害を持っている人たちは、活躍の場を増やしていこうじゃないかという取り組みを長野県でやってて、長野県のテレビの CM で流れている楽曲を1曲やります。スーパーパークみたいなちっぽけな音が誰なりを
クエストの企画っていうのをやってて、自分の中で5、2曲歌うって決めて、その中で、皆さんが投票してくれてって決まった曲なんです。あの本当にスーパーマンがすごく嬉しかったです。さあ、ということでね、たまお客さんやって困った塚田くん本人でございますけども、早いもんで、最後の曲でございます。ありがとうございますやっぱその言葉を待ってましたやっぱり気持ち違ったでもね、本当にあの僕たちがこうやって生きてることって、まあ、コロナ禍を挟んで、なんかこう、日常の中に戦争ってたくさんあるんだなって思ったし、例えばね、こうやって生きてること当たり前じゃない、これからもですね、生きて、また明日会えるかなって保証はないので、次に、てか最後に歌う曲は、グッドラックという曲を歌うんですが、さよならだけじゃ寂しすぎます。また、会えなくても皆さんの幸運というか幸せを祈って、それが僕らこうやって出会った意味なんじゃないかなと、またそこの中でまたこうやって会えるんだからすごく幸せなことだなと思います。またぜひですね、皆さん僕もそうなんですけど、みのちゃんも安部君も、SNS をやってるんでよかったらつながってください。よろしくお願いします。そして2回目 CD 行ってますんでよかったらそちらの方もですね、手にしてくださいね。よろしくお願いします。
名残惜しいですけれども、本日最後の楽曲になります。またね、どんどん玉をお待ちして続いていきますので、どうか楽しんでいてくださいね、最後までね。ありがとうございました。塚田浩司トリオでした。また会いましょう。みんなで手拍子して楽しんでいきましょう。Thank you.